第14章、社会が犯罪を準備する。統計的運命論の問題が起きた。仮に毎年ある一定の地域で非常に多くの人が自殺をするというのが法則であるとすると、明らかに人々の何らかから自殺をなくすことはできない。これは一見馬鹿げた議論だが、社会統制の可能性と、それが持つ道徳的責任の意味に対して多くの人が注意を向け始めたことを反映している。ロンドン1860年7月16日、ある国家における統計的発見は他のすべての国にとっても利益になる。不慮の火災、不安定な風向き、人生の不確定性、人間の精神や諸環境の揺らぎにもかかわらず、それらから生じる出火数、難破数、死亡数は重力と同じように安定しており、特定の範囲、これについては確率計算によってあらかじめ算出できる。内でだけ変動するような法則に従っている。これは犯罪で他の意図的な行為にも当てはまる。つまり違法行為そのものが法則に従っているのである。ここから一種の運命論を作り上げるべきだろうか。いや、それは間違っている。なぜなら統計は変異、バリエーションの法則をも明らかにしてきたのだから。通風装置を換気されていない炭鉱に導入するのだ。そうすれば事故の法則を変えることができる。これらの出来事は統制できるのだ。しかしながら、ある人種が他のそれよりも暴力的なのはどうしたらいいのか。ある階級が他のそれよりも危険なのはどうしたらいいのか。人間は人種を変形する力を持っているのだから、ある明確な範囲内、これを確定できるのは統計である。になるように、人間行為の傾向を変える力を持つのである。ウィリアム・ハー・ファー、イングランド及びウェールズ戸籍本所の実質的な長。この発言は第4回国際統計会議の歓迎スピーチのもの。会長挨拶を行ったのはアルバート・フックンだったが、彼は自分の挨拶の大部分を運命論の主張に費やしていた。この文章は情報と統制の間の関係を示している。統計情報が統計法則の発見を導くのである。情報を集める我々は、その情報が由来する境界条件を変化させ、それを通じて社会法則を変化させるのである。人間集団をこのように統制することは人間の自由を減らすように見えるかもしれない。しかしこの発想が政治倫理の問題となることはなかった。産業と帝国、水晶級の大博覧会への参加という自信に満ちた時代だったのだ。そのため情報や統制と統計法則の間のつながりは、政治的な自己不信を生みやしなかった。その代わりに形而上学的な難題、すなわち統計的運命論、スタティスティカルファタリズムを生んだのである。ケトレは前章末で引用した1832年に出されたビレルメ宛ての手紙で、実は社会が犯罪を準備するのであり、罪人は単なる道具に過ぎないと興奮気味に語っている。この考え方は一つの危機を作り出してしまった。1836年になると、道徳の秩序は統計学の手に落ちてしまった。人間本性、ヒューマンネイチャーの完全性を信じている人々にとっては落胆する出来事だった。自由意志は今ではまるで理論の中にしか存在していないかのように思われる。しかし統計法則のおかげで、制度や行政的実践を修正することにより、人は国家内における犯罪を減少させることができるのである。ダンジュビルのこの発言は当時の代表的なものである。我々は自由意志と統計的確率の関係がこれとは全く異なる場合についてよく知っている。1926年に始まった量子力学の第二の波は、微子的物理学の基本的法則が、他に単に還元不能な仕方で確率的であることを明らかにしてしまった。1936年にジョン・ホイ・ノイマンは、隠れた変数はない、ノン・ヒデン・バリアブルズについての第一定理を証明したのである。必然論的な、つまり純粋に決定論的な法則は、量子力学の基礎とはなり得ない。ここから幾人かの物理学者、ドークのヤジウマは、物理学が人間の自由のリアリティを証明したのだと主張した。今日でさえこの定理が自由意志の問題を解決したという人がいる。1830年代と1930年代の感覚を対比すると逆説的に見える。1930年代には自然法則が確率論的だということは、この世界において自由を保障するものであると考えられた。だが1830年代には逆になっていた。もしも犯罪や自殺についての統計法則が存在するとしたら、犯罪者は自ら犯罪から逃れる道はないというのである。1930年には確率は自由意志の場所を作り出したが、1830年には自由意志を締め出したのである。この対比が逆説的なのは見せかけに過ぎない。1930年代にはそれまでは
単に還元できない個人を超えた必然性のモデルとして長く君臨していた物理学法則は、その意向を失いつつあった。以前にはそれらの法則は、最小の単位である原子の最も微妙な動きから、スズメの効果まで、いや人間の現在まで決定していたのである。1936年になると物理学法則は、一つ一つの分子について、せいぜい将来の軌跡の確立についてしか記述できなくなった。質量あるいは出来事の膨大な集合として存在する集合的振る舞いくらいしか決定論的とは言えなくなったのである。したがって全体の中の側、子は自由に行動し得るということになる。これと対照的に、1830年代には重力の法則にしばしば比較される新しい確率法則の下で、人間の行動は全て一緒くたと見なされていたのである。物理学は未だ揺るぎない時代だった。そして社会の法則が物理法則に似ていることは、それが侵犯され得ないことを意味した。1930年代には物理学が、そして全ての法則が決定論から引き離された。1830年代には、社会法則が物理学に向かって、つまり決定論に向かって引っ張られていたのである。これが1936年には確率が自由の余地を作り出しているように見えたのに、1836年には締め出しているように見えた理由である。しかしこれが物語の全てではない。なぜ1930年代に統計的確率が自由意志の支えとなったのだろうか。もしもある出来事が単なる確率論的法則のもとで起きるなら、その出来事は自由な行為であり得ると考えられたからに違いない。しかし1830年代には多くの人々、例えば先に引用したダンジュビルなどが、もしも人間の行為が確率法則のもとに生起するとしたら、それは自由ではあり得ないと考えたのである。大部分の分析哲学者は、この時代のダンジュビルたちが単に間違っていただけだと躊躇なく言うだろう。彼ら哲学者の答えは理性の教え通りなのだが、これに対する反証となるような感情が知られていないとは言えないのである。私は見知らぬ町でいつもの朝刊を買わねばと少しイライラしながら歩いている。売店か自販機に私の探している新聞がある。翌日家に帰って馴染みのキオスクで前の日の新聞が売れ残りはしなかったかと聞いてみる。そんなことはなかった。誰か私以外の人がちゃんといて、私がいつも買っていた分を買ったのである。このようなことを考える場合に、我々は公式の犯罪統計など必要としないが、分布の技術は必要とする。統計的運命論に関する最初のためらいがちな議論は、パリの住人への手紙のうち、配達完封不能郵便取扱い課に届く数がほぼ一定であることに関するものだった。この現象はラプラスが注目し、1819年に博学なトマス・ヤングによって議論された。彼は読者に神秘的な運命見えたものなどないと納得させたはずなのだが、この例は数十年間引用された。冷静な分析的観点から見れば、統計法則は集団に適用されるものであり、集団の個々の成員は自分の思い通りに行動できるはずである。統計法則は個人の集まりに対してのみ適用されるのである。いかなる法則もこの私に新聞を買うことを強制はできない。例えば私の近所一帯についてのある法則が存在したとしても、残念ながらこの弁舌滑らかで説得的な意見があるにもかかわらず、我々は人間に関する統計法則について安心することはできない。統計法則は個人の責任に関する我々の概念を大いに揺さぶるのである。例えば我々は酌量すべき情状についてはっきりとした基準を持っていない。判例に通じている読者はご存知のように、この問題は裁判官と陪審員を悩ませている。23歳の男が愛人の3歳の娘を殺害した罪に問われているとしよう。男は殺害の前に娘に性的虐待を加え、ゴミ袋に入れ自動車から投げ捨てた。判事は犯人を哀れむといった調子ではなく、ほぼ謝罪するように求刑を言い渡す。被告の人生は常に悲惨なものであった。しかしそれを酌量した上で、被告を8年間の独房送りとするのが適当と思われる。弁護側は、あたかも彼が凶悪な犯罪を行うことが不可避であったかのように、この男の過去を理由に寛大な措置を要求する。家庭でしかない統計法則、両親によって幼児期に肉体的、性的に虐待を受けた人の 87% は、自らも虐待をするようになるなどが公弁に登場する。この法則によると、この男には実は責任がないということになる。このような事件に精通している裁判官であっても、
統計的に根拠づけられた状況について確信を持っているとは言い難い。この議論の最も残酷な戯画をデッケンズが書いている。困難な時勢は有名な反功利主義的、反統計的な商品である。生徒の思水はスタティスティックスという単語の発音すらできず、ブラッドグラインドし、目先の利益しか考えない冷酷な元商人の授業では、口ごもってスタタラースというだけだった。ブラッドグラインドは統計法則が絶対であることを生徒たちに厳しく教えていた。小説の終わりで彼の出来の悪い息子トムが窃盗の疑いで逮捕されてしまう。もしも雷が私に落ちたとしても、とブラッドグラインド氏は言った。これほどショックは受けなかっただろう。どうしてそんなに驚くんだい、と息子は文句を垂れた。ものすごくたくさんの人が信用されて雇われてるんだ。でもそれだけたくさんのうちには信用できない人間もいるに決まっている。父さんが耳にタコができるほど繰り返してただろう。それは法則なんだよ。俺はその法則を避けられると思うかい。父さんはみんなにそう言って脅していたじゃないか。その通りになっただけさ。ディケンズは功利主義的な統計学に深い不信感を抱いていた。これは彼が統計的な一般化の妥当性すら信じていなかったという強い意味での不信感である。今日統計的な一般化は不可避だが、我々は統計的な情状酌量とそれが責任に対して与える効果をどう扱っていいか今なお決めかねているのである。したがって、我々は世界で初めてこの問題に直面した男女ビルとその同類たちを幾分かの憐憫を持って見るべきだろう。一つのことが明らかである。もしも1820から40年代の数字の洪水とそれに付随する統計法則という概念が存在しなかったなら、このような問題は起きなかっただろう。判事も殺人者に謝罪する必要はなかっただろう。裁判官は危機として彼を怪物と呼び死刑を宣告したに違いない。もちろん統計法則と自由との別のつながりも我々は今でも知っている。冒頭のファーの演説がそれを示唆している。それは次のようなものだった。人々は統計法則に従うように運命づけられてはいない。なぜなら法則が適用される諸条件を変えることができるからである。ある町では火事の件数の法則が存在する。しかし防火管理、建築基準法規、市街計画によってリスクを減らすことは可能である。同じことが階級に対しても成し得る。我々行政官は町並みを変えることで火事の危険を減らすのである。つまり我々のような支配階級は彼ら、すなわち非支配階級に適用されている法則を変えることができるのである。この意見は統計学が運命論を含むという主張に対する注目すべき反論である。次の点は認められていいだろう。ファーは運命論を否定したと言っているが、厳密な社会的決定論を保持していたのである。つまり非支配階級の船員は、たとえその法則が善意の官僚によって選択されたものであれ、統計法則に縛られたままなのである。ケトレム・ファーも19世紀統計学の博愛主義と功利主義の両面を代表している。これはその顕著な一面である。この二人は将来の気質としてそうだったようである。彼らは労働者階級の人々を強制したいと思っており、新しい種類の統制によってそれが可能になると考えていた。犯罪、疾病、買収、社会不安を支配する統計法則がどんなものであるのかを発見せよ。次にそれらの法則が当てはまる前提を別のものにしてしまうような法則を見つけ出せ。彼らと異なりゲリは実証主義者だった。彼にとって道徳的な分析は行政担当者の意思決定のためのデータを与えるものでなくてはならないが、行政担当者への提案とはなれないのである。事実と価値の区別は神聖なものとして依然存在していた。他方、ケトレは少なくとも若い時には改革主義者であった。年間の犯罪率は我々の社会的秩序の必然的な結果であるから、行政担当者はその犯罪率を下げるための変化を引き起こさねばならない。ファーは自分が統計的事実を集計するだけでなく、行政への忠告をなす義務があると考えていた。ファーの戸籍本省への報告、年次報告、の最終ページに収録されているは毎号興味深い内容だった。例えば三尺熱は乳児死亡の主要な原因であり、その最終的な解決法、サンバと医者は手を洗い器具の殺菌をすることはゼンメルバイスの功績とされている。しかしその遥か以前にファーはこの年報の通信欄でストールがゼンメルバイスと同じ提案をしていたことを報告している。ファーは女性に対する衛生サンバ術の訓練を取り入れた。これには女性が現在利益を生む職業分野をほとんど持っていないという事実を改善する意図もあったに違いない。このように2つの意思の問題をつなぐという点で、ファーは合理的功利主義を体現していた。
サンジョクネスがイングランドで亡くならなかったのは、その影響に限界があったことを示している。改革の大きなうねりに共感する読者は、ファーの寛大な精神をただただ称賛したいだろうが、彼のような子役人が、我々の社会が機能するために必要な権力の一つの土台をどんなふうにして作り出してきたのかを無視してはならない。我々は反抗的な態度の非支配階級のデータを得て、次にその階級が従っている統計法則を変化させるために、その階級に関連すると考えられる条件を変えようと試みる。これこそがアメリカ合衆国でリベラルと呼ばれている統治方法の本質である。非常にわかりやすい例がいくつもある。通学時の強制的な人種乗り合いバスは有名である。19世紀と同様に、これは迫害の精神による立法措置である。彼らに影響のある統計法則を変えるのは、最も知識を持つ我々なのだ。ディケンズの風刺が鋭くえぐっているのはここである。もちろん、私は功利主義的活動家たちによって達成された生活の質の驚くべき改善をけなすつもりはない。地球上のすべての人々の期待寿命を劇的に延長させた衛星改革者たちほどの成功はかつてなかった。広く支持され、根拠の十分な疾病に関する細菌理論が存在するはるか以前に、清潔な水と手洗いが奇跡を起こしたのである。活動家の大部分は、伝染については悪い空気、ノラリア理論や、正気理論を強く支持していた。最初彼らが腐敗した水を清潔にしようと考えたのは、その水自身が感染の理由だと考えたからではなく、その水が臭くて病気を広める汚い空気を生むと考えたからである。その行動の基礎は間違っていたけれども、彼らの改革は、我々が現在人口爆発と呼ぶものの幕を切って落としたのである。公衆衛生は人々の平均寿命を爆発的に伸ばしながら、大英帝国とともに世界を更新したのである。ファーと彼らの仲間にとって、健康と富や手を携えて実現されるものだった。イングランドとウェールズにおける年間死亡者数を3万人減らすことと、それと同じ数だけの人口の活力、それに産業と富を加えなくてはもう構わないだろうか、を増進させることが可能であると、誇張でなく主張することができよう。なぜなら疾病は貧困を表す強固な指標だが、それは死亡率が低下するにつれて、体力、健康、幸福の前で消えていくのだから。目的は健康の改善だったが、風紀ということを忘れてはならない。19世紀の終わりには地主と雇用主は、彼らの賃貸住宅あるいは工場に水洗トイレを作らざるを得なくなった。その際の歌い文句は、労働者階級の健康のためというよりも、風紀のためであった。とりわけ水洗トイレは、身体的な機能のプライバシーを守るための建築構造、親と子供の寝室を分ける壁の自然な延長、核家族のルールを最終的な形にするという意図があった。けれども安全な水処理と結びついたとき、水洗トイレは健康の重要な手段にもなったのである。風紀と健康は常に功利主義者の頭の中で結びついていたと言っても誇張ではない。私の言葉には、健康と風紀の結びつきは、金持ちが貧しい人々の行動を規制するための構造的な装置であるという含みが感じられるかもしれない。多くの改革がどんなに迫害的な熱意によって追われていようと、その本当の機能は、確立された秩序を保つことであったという人もいるだろう。しかし健康と風紀をほとんど区別することのないこの統治様式、レジームスは、富裕層にも適用されるのである。道徳運動と心の管理は、多分教育を受けた階級に対しての方が影響は大きいだろう。しかし、郊外での活動から、運動からは、すべての階級が利益を得るに違いない。ここで良い空気と体操によって防ごうとしていたのは、狂気と自殺であった。しかしながらやはり、統計法則は特定の階級に適用された。確定されるべきもの、分析されるべきもの、統制の基礎となるべきもの、それは彼らについての法則、自分たち以外についての法則だった。問題となっている諸階級は抽象的なものではなく、社会的にリアリティだったのである。不可避的に労働者階級、犯罪者階級、非植民者階級こそが、彼ら自身のために変化させられるべき使用対象となる。我々はビクトリー・ユーゴーのアー無常が素晴らしい小説であることを知っている。たとえミュージカルになったものでさえ、このタイトルは我々にとっては疎遠なもので、ただ漠然とロマンチックな感じがするが、実は当時の標準的な技術用語であり、特に統計学者によって用いられたものである。極貧階級、ミゼラブルとは、山賊、乞食、放浪者、捨て子、売春婦を含む人々のことであった。この
売春婦階級に関する統計は、もしそれが年齢、家族構成、移動に関して正確に追跡されて作られたならば、売春の最初の動機、生活様式、犯罪を行って告訴される可能性、監視組織などを政治家が決定するのには非常に役立つに違いない。売春婦と政治家、観察されている彼らとなくてはならない監視に従事する我々をこれ以上に明らかにするものはないだろう。一つの社会内の階級以外にも、我々が人種と呼んでいるもっと大きな階級が存在している。我々が人種といってまず思い浮かべるのは肌の色である。ファーの演説で想定されていた人権、人種というのは、遺伝によってつながり、慣習によって定着した共通性を伴うような全ての民族、部族、そして家族までも含む集団を意味していた。人間は人種を変形する力を持っていると彼は書いた。こうして優生学が始まったのである。近年、ダニエル・ケブルスなどがフランシス・ゴルトンによって開始され、彼のお気に入りだったカール・ピアソンによって続けられた優生学運動について、詳細にわたって我々に教えてくれている。このテーマについて詳しく触れる余裕はないが、とりあえず2つのことに注意を喚起しておこう。第一に、この運動は当然の報いとして悪評が高かったのは確かである。しかし、それでもなお、集団を変形しようとするあらゆるリベラルな試みの底にある博愛的な交流主義者の発想によって動機づけられていたということは、しばしば忘れられている。第二に、優生学の起源は普通に想定されているよりも古いのである。それは、集団の持つ所得値を決定する統計法則というケトレ主義者の観念から始まったのである。本書冒頭の世界中から集まった統計学者を前に行った演説がその証拠である。その中で彼は、出荷の管理から階級の管理へ、そして人種の管理へと一瞬にして話題を移したのだった。バーの演説の表向きの主題は、こういうものとは関係のない統計的運命論についてだった。統計的運命論の教義によると、統計法則が人間集団に適用されるなら、集団における個人の自由は制限されてしまう。この統計的運命論を単なる付随現象、統計的思考の黎明期における奇妙な相場とみなすのは容易である。確かに、そこには統計情報をもとにした集団の統制に関する初期の混乱が見られる。統計的運命論は集合的な疾病の兆候であった。ここには時にヒステリー気味にすらなっている。人間の自由についての形而上学的な不安が見られる。とても合理的な思考と言える種のものではない。まさにそうなのだ。要するに、問題は形而上学ではなく政治学であったのだ。隠されていた争点とは、選択をする精神の力ではなくて、ある人間がどのような種類の人間であるかを統制する国家の力であった。とは言っても、政治学的不安だけでなく、形而上学的不安がやはり存在したのである。この運命論は、もっと一般的な文脈から見れば、因果性、必然性、決定論などの概念の変化に関わる数多くの兆候の一つに過ぎない。この時期、決定論について起こった奇妙な議論を取り上げる第18章で、私のこの主張は裏付けられるはずだ。ここでは、統計的運命論については簡単に切り上げる。なぜなら、この話題については、ポーターがすでに多くを語っており、また、ケトレ自身の統計的運命論に対する考えについては、ボタンが見事に分析しているからである。自由意志と決定論は常に議論にさらされてきたが、統計的運命論はそうではなかった。それは新しい論点だった。なぜなら、これ以前に統計法則そのものが存在していなかったのだから。近々の地域の人々は、毎年一定の割合で自殺をするという統計法則があるとしよう。その場合、そこから出てきそうな考えでは、その地域の住人の一人一人は自殺をしない自由を持っていないことになる。なぜなら、もしもそれぞれの人に自由があるならば、誰も自殺をせず、ある地域の住民に対する統計法則が存在するなどとは言えなくなってしまうから。この問題は、1820年以前にはまず起こりようがなかった。しかし、一方で、このように全く新しいことなど何一つない。伝道の書1-9というのも真実である。例えば、骨相学はすでにこの論理的な難問に直面していた。この新しいタイプの研究は、科学者だけでなく、文学者でも興味を惹かれた人がいた。それは、哲学というアカデミズムの隠れ家からサロンへ、つまり最も軽薄な人々がいる環境へと広がった。それはあらゆる会話の主題となり、飽くことなき好奇心の対象となってきたし、現在もそうである。我々は現在では、骨相学を頭相、頭蓋骨の形によって人間の性格分類を語れば馬鹿げた遊びと考えている。確かに、頭蓋
頭蓋図にいろいろな能力が書き込まれているのは滑稽である。飽食や多産のような性格特徴を示す闘争とは、隣接し合った脳部位及びそれに対応する能力が互いにどのような影響を与え合うかについてのモデルは、我々の通俗的な興味をかきたてる。1815年の構想学者の見解、ヒューム氏はただ現象の普遍の連鎖を観察する以外には、原因と結果について我々は何も知ることができないと主張しているのである。確かに現象の規則的な契機が因果のコテネーションによって、特定の能力を刺激することによって、現象と現象が連結しているという観念を我々に思い浮かべさせる。しかしこのようにして引き起こされる因果作用は特別の脳部位に起因するに違いない。これが動物には欠如していると信ずるに至るいくつかの理由がある。これは動物人間双方の器官を比較することからわかる。シュプルツハイム博士によれば、この脳部位がなぜという疑問を発するなという。この部位は好奇心から原因を作るのであり、哲学者の性格の中の不可欠な構成要素である。数年後、ジョルジェはカントの超越論的分析論における原因、実体などのカテゴリーがどの脳部位に対応しているのかを明らかにしようと試みたが、死のところでこの発想を放棄した。しかし、ロバート・ヤングらが明快に示してくれたように、骨相学は、我々はそれを単なる誤りだと考えるが、疾病を特定の器官と関連づけるようなもっと広い改革運動の一部分だったのである。頭や骨や脳の特定の形と心にある特定の性格との間に、そのような一律の対応関係が存在するのかどうかというのが本質的な問題である。ガルとシュプルツハイムはそれが存在すると主張したのである。彼らは間違っていた。これについては、骨相学に対する医学的、心理学的疑問を置くとしても、道徳的な疑問というものが存在したのである。性格特性が脳部位によって決定されると仮定しよう。さらにそれらの特性が悪徳であると仮定しよう。その場合に人は、飽食で、傲慢で、狡猾で、食欲で、貧欲であることを避けられないのではないか。その人は自由なのだろうか。暴力的傾向を持っているとしたら、それについての責任がその人にあるのだろうか。脳部位は犯罪や創造性などの傾向、プロペンシティと関連していると想定されていた。これは1950年代に確率の傾向性理論を発明したガール・ポパーによって再び脚光を浴びることになった例の英単語だが、もともとは骨相学における専門用語であった。しかし骨相学よりも統計的運命論と強いつながりを持っていた。フランス語では成功、傾きがある。これはケトレの統計学的表現と同じだった。犯罪成功。シュプルツハイムは運命論であるという非難に対して傾向について論じることで応じた。第一に我々の属性の幾ばくかは生まれながらに決まっている。人は兄弟の間で最年長になるか最弱年になるかを選択することができない。また我々はある種の精神的及び道徳的性質を生来の身体的特質と同じように生まれながらに持っている。ここになぜ運命論を読み込む必要があるだろう。意思の能力、意思を決定する初動機、これらは生来のものである。ここに何か問題があるだろうか。シュプルツハイムの発想のいくつかは我々の考えを良い意味で覆してくれる。唯物論者の教えでは物理学の法則が全てを支配している。だがシュプルツハイムにとっては事実は逆であった。物理法則は化学法則に従属しているのである。例えば重力は物理法則である。しかして重力は化学的振動力によって変化させられるのである。そして物理学と化学の法則は人間の器官に関わる法則に従属しており、それは最終的には人間の能力の法則に従属しているのである。自由リバティは行為をするかしないかの可能性の中にあり、動機を知る能力の中に、そしてその動機に従って行動するか否かを決定する能力のうちに存しているのである。つまり自由な人間は自分の傾向、自分の動機を知っていて、それについて反省し、自分の行動の道筋を決定するのである。意思は傾向を知り反省することから始まる。道徳は義務と正義の能力から始まる。道徳的自由とは絶対的な良心にこそ当てはまる意思なのである。当時のまともな医者なら以上の全てを否定しただろう。彼は邪悪な傾向の存在を認めていたが、シュプルツハイムはそれを否定し、道徳的な悪は人間に当てはまる諸傾向の全てに相応していないような行動の中に存在すると主張した。
ここから運命論と自由についての古い議論に立ち戻されることになる。個数学理論が統計学に及ぼした影響の本質とは、成功を決定論的要素と分離するような議論を開始したことである。ライプニッツの古いフルツロー感である必然ではない傾向が、新しい応用先を見つけたのである。統計学者たちは似たような内容のことを書いた。犯罪成功は存在する。その通り。ところが、それぞれの個人はその人を助けるような道徳的力を持っている。これはシュプルツハイムの想定した秩序の再現である。しかしここにはさらに本書で問題としている転換というに値するような統計学的要素も含まれている。自由な選択は第13章で述べた通り、大きな図の中では一様に見えてしまうような個々の微小な原因であった。個人の数が多くなるほど個人の意思は見えなくなっていき、一般的な事実の系列が優位になっていく。この事実は一般的な原因に依存しており、この原因のおかげで社会はその存在を保っているのである。つまりケトルにとって自由な行動はもっと大きな規則性の前では消え去って席を譲るようなごく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 小さい原因なのである。逆に言うと、この大きな規則性は個人の自由意志を排除するものではない。しかし、そのような規則性は大きな運命論、つまり人間、ヒューマンカインドという種そのものに対する運命論を含んでいるのではないだろうか。ケトルは人種の功利主義的改良という主題を強調していた。すなわち、包括的な運命論を避けるためには、我々は人間の自己を完成する能力を信じる必要がある。運命の進歩は道徳性をめぐる諸条件を変化させることによって可能になり、道徳性の条件についても同じことが言える。しかし、統計的運命論に関して最も強力で広範な議論を行ったのは、統計学者でも統計学への反対者でもなかったのである。ジェームズ・クラーク・マックスウェルは、社会的問題を考察するための統計学的方法は、その最も科学的な解説をラプラスに、最も大衆的な解説をバックルに追っていると言った。イングランド文明史を1857年に出版したバックルは、ロンドン社交界の寵児となった。19世紀に書かれた文明史が統計的運命論を下敷きにするなどということが可能だったのだろうか。答えはイエスである。そしてそこで用いられる運命論は、我々に馴染み深い自殺の統計学によって検証されていたのである。社会のある状態においては必ず近々の数の人間が自らの命を絶つ。これは一般的な法則である。そして誰が犯罪を行うのかという個々の問いかけには、もちろん個々の法則によって答えることができる。しかしこの個々の法則は全体として見ると、それらが全て従属する大きな社会法則に従っているに違いない。そしてより広い法則の力に対しては、それが抵抗不可能なほど強いために、人生への愛であろうが、来世への恐怖であろうが、それを拒むことはできないのである。第15章、社会の天文学的岩塩化。統計的運命論は特に自殺の例に関してバックルの著名なイングランド文明史絡みでドイツで取り上げられた。熱狂的な論争は新しい種類の法則、つまり統計法則についての原子論的概念と全体論的概念の間の根本的な違いを際立たせた。これらの違いは西側の自由意志論者と西側の集団主義者における社会像が対照的であったことを反映している。ライプチヒ1871年4月29日。フランスの学派は常にその創始者ケトルが天文学に没頭していたことの影響下にあった。したがって人間というものを自由意志を持たず外部に依存する独立した何らかの力に従うと考えた。さらに人間の方ではこの力を知らないために今なお責任の体系、古典波形法学の中に留まっているというのである。ドイツ学派はこのフランス学派の解釈を誤っており支持できないことを発見した。なぜならフランス学派は、それ自体はきちんとした命題を逆に受け取っているからである。もしもフランス学派の言うような強固な外的法則が働いているなら、犯罪、結婚、自殺などが規則的に繰り返されることを否定する必要はない。しかし、現に存在している規則性がそのような外的な法則だけで説明できると主張するのは誤りである。これらの規則性から注意深い研究者が明らかにできるのは、それが行為者にとって外的であろうと内的であろうと、何らかの強力な原因が存在するということだけである。フランスの降伏直後、パリ・コミューンの間、1871年3月18日から5月28日の GF ・クナップの講義より、
クナップは1867年にライプチヒ統計局を設立し、1869年にライプチヒ大学の教授となった。回想録で彼はフランスの思想に対して常に猟奇的な感情を持っていたことを告白している。この態度は皮肉にも彼自身のキャリアに現れている。彼は1874年にストラスブルグに新設されたドイツの大学に招かれ、1918年にその土地がフランスのものとなった時に去った。1871年4月29日のこの講義の最後に彼は、バックルのケトル主義がもたらした悪弊の一つとして、国家とその義務をニヒリスティックに否定すること、個人を社会の渋滞から解き放ってしまうこと、それは現在フランスで起きている我々の時代最大の不幸、パリ・コミューンへと社会を向かわせてしまうような反動を挙げている。1857年にバックルは、イングランド文明史の最初の巻を出版した。彼は36歳、典型的なビクトリア人であった。すなわち、内気な独身男で神経衰弱、異弱、仕事中毒、驚嘆すべき博学、言葉にできない壮麗なビジョンの持ち主であり、短い絶頂期には名士扱いを受けた。彼の本は即座に全ヨーロッパで名声を勝ち取ったが、彼は40歳で死んでしまった。ドフトエフツキーが1862年頃に書いたセントペテルスブルクのノートには、バックルとモレショット、オランダの唯物論的生理学者、生命を純粋な対社会と考えた、を何度も何度も読むこと、とある。しかしバックルはヨーロッパのすべての地域で同様にもてはやされたわけではなかった。例えばドイツとイギリスのバックルに対する反応が対照的であったことは、これら2つの場所で確率と決定論の概念的把握が異なっていたということだけでなく、法則、社会、人間の本性についての理解の仕方までが全く逆だったことを反映している。バックルは彼の本を世界の文明史の偉大な序章とするつもりだった。彼は自殺に特にはっきり見られる統計的運命論から出発して、天候や大陸こそが政治家の一見したところの自由な選択などよりも強く歴史の方向を決定しているという堅牢な歴史的決定論へと移行したのである。彼のこの雄大なテーマはすでに当時巷で議論されていたものだが、自殺や犯罪の統計の用い方が大衆には新鮮だったのである。数多くの有名な書評誌や雑誌が運命論であふれ返った。バックルは自分の教義をケトレの議論を基礎に作り上げた。これに対してケトレは1835年の人間についてを改定した社会物理学においてかなり長く好意的な引用で答えた。ジョン・ハーシェルはバックルの正気を失った運命論は統計学の面汚しだと言ったが、ケトレは気にかけなかった。論争はイギリスで10年以上続いていた。この話題が忘れ去られるまでに、他にこれほど一生懸命議論されたものはなかった。私のような哲学的論理学者は、1866年初版のジョン・ベン、偶然の論理、ザ・ロジック・オブ・チャンスにおける最後の言葉に注目してしまう。彼はバックルの文章を前章で我々が引用した部分に加えてさらに引用し、次のように述べている。以上の文章は馬鹿げているように見えるだろうし、私もそう思う。しかしそれが表現しているものはすでに力を持っており、統計情報や研究が進むにつれてさらに広がっていくだろう。ベンは統計的運命論の危険な魅力を診断することはできたが、統計的運命論を患ってしまった人を治療することはできなかったと言える。彼は論理という力、刀で進んでいた。分析と区別が哲学的混乱を根絶するために用いられた。そして彼はいくつかの確率概念の間の明晰な区別を作り上げることに成功した。そして彼はしばしば確率に関する2つの基礎概念のうちの1つ、つまり頻度計算を発明したと言われる。頻度計算における根本概念は彼曰く、個々の規則性と集計されたものの規則性とを結びつける系列、セリーズという概念である。確率は系列として考えなければ無意味である。いかなる確率も系列にのみ関連づけるべきである。ある出来事の確率は系列におけるその相対頻度に他ならない。この発想と競合するのが1世代前のアウグストス・ド・モルガンのものである。確率は心に感じるものであり、環境は本来的に備わっている属性ではない。ド・モルガンは確率研究は形式論理学の一種の姉妹科学であると考えていた。確率論とは、我々の一つの命題に対する信念の大きさ、その命題と関係している他の諸命題についての、我々の信念の大きさにより様々であり得るが、従っている規則を考察することである。
これはラプラスの概念を引き継いだものだが、主観的および臆見、オピニオンの度合いの問題ではなくて、異性にかなった信念の度合いと証拠との間の論理的関係であることを明白に主張している。第12章で注意を促すように、主観確率よりも客観確率がはっきりと支持されたのは多分1820年代のフーリエからである。それでも、弁の先行者のレスリー・エリス、バックルの同時大臣で、同じく短命の上にバックルよりも重い神経症を病んでいた。をヒンド論の創始者と考える人は多い。博識家の彼はフランシス・ベーコンの翻訳を企て、蜂の巣の形を描写し、中国語の辞書を企画した。自身が首席1級合格したケンブリッジ大学では数学者として高く評価されていたが、法学部のポストを望んだ。イギリスで起きていた最小二情報をめぐる重要な論争、ケトルに関する論文でハーシェルも関与していた、に巻き込まれた。1842年に彼は次のように書いている。私自身としてはこの点に非常に注意を払って考察してみた結果、 A、 ある出来事が他よりも起こりやすそうだとか、その方が確実そうだと期待できるといった判断と、 B、 長期的に見てそれが他より高い頻度で起きるだろうという信念と明確に分離することができないことが分かった。ベンもモルガンも互いに逆の発想に至ることはなかった。両者は共に確率に関する概念区分を数多く行う注意深い分析家であった。ドイツではバックルの時代にこれらに比肩する確率概念はなかった。ただし、過度にこれを一般化するのは不正確である。1842年にカント主義者のフリースは、ラプラス及びその同類の主観的でフランス流の概念を厳しく批判しているのだから。現以前にイギリスでエリスが1842、それとやや異なったやり方で、フランスのクルノーが43、そしてドイツでさえフリースが42、頻度アプローチへの道を切り開いたことは説明をしないだろう。当時は統計的規則性が溢れ返った時期であった。とはいうものの、ドイツの思想家たちはフランスやイギリスのそれのように概念上の枠組みを調達しようとはしなかったのである。その理由の一つは、統計法則という概念そのものへの強い抵抗があったからである。第3章で述べたように、ドイツでは統計学についての数多くの定義が存在し、リューメリンは63種以上も集めたというのに、確率の定義の方にはドイツの研究家は全く注目しなかったのである。これがバックルのドイツとイギリスにおける需要の差に関する一つの説明である。1860年にバックルは若きヘーゲル主義者によってドイツで翻訳された。翻訳者はこの本を唯物論者の書物として読むのは誤っていると注意している。バックルは一人のイギリス人に過ぎないのである。本は統計的有名論とケトレ主義の角で、ごうごうたる非難を浴びた。売れ行きの方は素晴らしく、1901年までにドイツで7版を重ね、1865年には英語の完全版全5冊がドイツの出版社、ブロックハウスから発売された。この翻訳はあらゆる企業方変にさらされた。1年も経たないうちに、定量的心理学者であるウィルヘルム・ブントが、統計的思考を過度に擁護しているとバックルを批判した。いわくバックルは人類の自然史と社会の歴史と混同している。これ以外にも思いつきでいろいろなことが言われたが、その中の典型的な反論というのものを見ていこう。規則性、レギュラリティーズは法則、ローズではないし、規則、ルールズですらないという主張である。確かに統計的な規則性が存在する。しかし、それを統計法則というのは言葉の用法の誤りである。自然法則は実在する原因によって決定される。自然法則は個々の出来事に働きかけ、必然的に結果を生み出す。だが、ラプラスやケテルの言うフランス流の無数の微小な原因は、統計的分布を生み出すものの、その分布の原因ではない。だから、分布は法則ではない。言うまでもなく、法則だけが人間の自由を制限することができるのである。かくして、カントの後継者がケトルへ包囲してしまった。西では実証主義精神が全ての法則は規則性に他ならないと主張していた。規則性を超越し、その上に立つ原因への信念。カントの主張は、形而上学の時代における誤った推論の残余と考えられた。だからこそ、統計法則について語ることができたのである。だが、東側ではケーニヒスベルグの影が、私がしばしば述べてきた統計学への共同体主義的アプローチ、西のそれと対比されるとそりの合う哲学を提供したのだった。ケトレ主義であるとされた運命論は、バックル以前にはドイツでは全く未知のものだった。ただし、エルンスト・エンゲルは、
イングランド文明史の数年前に運命論を取り上げ、その後繰り返される、統計的な規則性は法則ではないという反論をすでに述べていた。官庁統計学の歴史の中では、エンゲルはある意味でファーの後継者だった。ファーは何十年もかけて、戸籍本所が指導的地位にあった時代に、すべての国家にとって雛形となるような組織と方法を作り上げていった。そして私が他の論文で詳述したように、エンゲルは、1860年から82年までプロイセン統計局を指導し、中央集権化された統計局のモデルを世界にもたらしたのだった。彼の統計学のキャリアは出身地のザクセンで始まった。1854年にザクセン統計局長となると、すぐ統計学の定期刊行物を創刊した。保守的官僚の常として、彼は自分の役割を数字の計算のみに限定しなかった。遍歴時代の1847年にケトレを訪ね、1851年には統計的決定論についての論文を書いた。彼は同じ結論をザクセンの人口動態のモノグラフでも繰り返している。いわく人間は自由意志によって結婚し子供を産み居住地を変える。それなのになぜ規則性が存在するのだろうか。ケトレは婚姻比率を道徳領域における統計法則の存在証明に用いた。その論点に乗じて、エンゲルは自由選択についての議論を持ち出した。10年後、ベルリンへの招聘に応じた後で、彼はこの議論に立ち戻った。バックルがちょうどドイツで有名になり始めていた。エンゲルは本書を冒頭に引用したロンドンの会議に参加し、ファーとアルバート夫君が運命論について議論するのに居合わせた。そして彼らが関わったプロイセン統計局月報では、実務に携わる統計学者として自由意志論争に率直な見解を披露した。バックルに倣って彼は自殺に焦点を当てた。言っておかねばならないことだが、エンゲルの故郷ザクセンほど自殺の多い場所はなかったにもかかわらず、ドイツでは自殺は問題とは受け取られていなかった。ヨーロッパにおける自殺率調査のドイツ版が出版されたのはようやく1864年になってからである。これは統計的運命論を主張する論作の後半部分として出版されたものである。筆者はケトレ信奉者アドルフ・ワグナーであるが、彼についてはすぐ後で述べる。プロイセンにおける完全に公的な自殺研究が刊行されるのは、1871年を待たねばならなかった。これは統計的運命論の論争に促されたに違いない。確かに、とエンゲルは言う。毎年、ある人口のうち、ほぼ同数が自殺する。しかし、これは単なる規則、ルールである。なぜなら我々はこの結果をもたらした原因を正確に把握できないのだから。したがってこれは法則、ローではない。だがもしもそれが自然法則あるいは社会法則でないなら、それが自由意志を制限することはできないはずである。エンゲルにとってこれで問題を解決していた。原因がわからないものをあなたは法則と呼んではいけない。だから自殺の法則という言い方をしてはいけない。エンゲルはケトレを相変わらず尊敬していたが、彼にとってケトレとは、自分の行動を曖昧にごまかしているが、結局のところは決定論者なのであった。個人の行動を無数に観察することで、自由を束縛する法則という亡霊が非常にはっきりと見えると主張するような人物なのだった。なぜこの統計官僚は運命論を気にかけたのだろうか。それに応えるためにはエンゲルの哲学を理解する必要がある。それは彼の職業とは切っても切れないものだった。他の同時代人と同じく、彼は新しいドイツ資本主義が生んだ貧困層の悲惨さに深く心を痛めていた。彼はホームレスの群れが増加する恐怖、蒸気機関の爆発事故、労働者の不調について書いている。彼の解決策は、東ヨーロッパでは伝統的なもので、ザクセン人でもプロイセン人でもペスト地方でもペテルスブルクでも同じものであった。これは見えざるて自由放任的な自由貿易主義とは反対の策だった。社会の富裕層は労働者の自助のため、温情主義的な制度を作らねばならない。これが資本階級と労働階級の緊張を和らげるだろう。エンゲルはこれを実行に移し、貯蓄銀行、抵当保険など、産業化された民主主義社会を安定化させるための標準となった諸制度を発明したのである。1871年に彼は急進的な経済集団、社会政策学会の会員になった。その会員は高段社会主義者とあだ名された。教授の椅子に座った社会主義者という意味である。本書に登場するドイツ統計学者は全員が会員か準会員だったし、本書に登場しないこの分野の多くの人々もそうだった。ある議会で文部大臣が悪い冗談として彼らを高段社会主義者と呼び、偉大な社会主義者のリーダー、フランツ・メーリングがこれを真似たのである。メーリングに言わせれば、彼らは社会主義者ではなく、
新しい経済体制の下での伝統的秩序の維持者だった。ペンゲルと彼の同僚たちはプロイセンで労働者保護、高齢者福祉、その他の社会的救済策を可能にした知識と官僚制度を作り出した。ウェーリングがエンゲルらの仕事に不満を持つ反動的な人々は、手術のナイフを恐れて外科医を罵る、がん患者に似ていると述べている。エンゲルらの施策に対してメーリングは苦々しく思っていたわけではない。この病がもはや治療できないと信じていたからである。不治の病なのだから、患者を早くや楽にするには、教授前としてこの外科医たちが少なければ少ないほど望ましいと考えただけである。高段社会主義者の政策はメーリングら社会主義者のものとは異なっていたが、社会についての見方は共通していた。彼らによれば国家はホッブズの言うように、彼ら自身が統治される方法を選択する際に協力し合う諸個人が集まって形成されているのではない。国家が最初にあるのだ。国家なしには個人は存在し得ない。したがって個人が自らを良き人間にするように、国家が国家自身とその内部の諸制度を形成する責任がある。エンゲルの下でのプロイセン統計局はこの全体論的政治哲学の意識的な体現者だったのである。もちろん全てのドイツの学者は全体論的であったわけではない。ケトレ主義に同意した学者すらいた。つまり統計的運命論を受け入れたドイツの学者も存在したのである。この人物こそがマンチェスター学派の自由放任的原子論の支持者であり、1864年の著作で悪名を高くしてしまった経済学者アドルフ・ワグナーである。しかし彼は1870年頃に根本的な政治経済学的転向をしてしまい、エンゲルと共に社会政策学会の創立会員となった。1880年までに彼は運命論を捨ててしまった。あるいは少なくとも以前の自分の意見は大げさすぎたと結論付けた。ワグナーは貴重な例である。彼が西の原子論的個人主義的な社会の見方を報じていた時は、運命論を受け入れるほどまでに統計法則の存在を信じていたわけである。彼の概念が集団主義的になるにつれ、統計的運命論への熱狂も薄れていったのである。1862年にエンゲルは言っている。統計的規則性はあるが法則はない。したがって個人を自殺するように決定づけるような原因はない。だから自由意志への制限はない。他方、1864年にワグナーは言っている。統計的規則性はあるが、それ自身が法則ではない。決定論的な諸法則が働いていることを示しているだけである。したがって原因は働いており、自由への制限が存在する。しかしなぜこれほど強くワグナーは規則性が自由を制限すると断言できたのだろうか。対数の法則は自由を制限することなく、大規模な規則性を与えているというのに。ワグナーはこの問題から逃げなかった。彼は対数の法則は見かけないものだと考えたのである。統計的均一性は数学的トリックから得られるものではない。因果関係があって初めて成立するのである。もしも個人に適用される決定論的な一連の法則が存在しないなら、いかなる法則であっても集団に適用することは不可能である。したがって規則によっても法則によっても支配されないような絶対的で自由な意志という発想は、道徳科学によって蓄積されたデータの前で崩れ去るのである。ワグナーの本の大部分は、ヨーロッパにおける自殺を、性、収入、穀物価格、季節、方法、身分などあらゆる尺度から分類したものである。その結果はゲルに匹敵する自殺に関する統計表となった。この本を読むと、スケジュール通りに自殺する人数を法律が命じている架空の国家があるかのような無双に駆られてしまう。独裁者がそのような法律を強制しているのではないが、社会それ自身が我々には把握できない因果によって強制を行うのである、と彼は書いた。ワグナーへのドイツ人の反応は一様に敵意に満ちたものだった。人々は別の結論を欲していたのである。すでに1848年に統計的決定論に警告を発していたウィルフェルム・ドロービッシュは、自殺する人物や犯罪者の精神には一般人とは異なる固有の法則があるに違いないと推測した。しかしもっと強固な反論が存在した。それが社会政策学会の会員や準会員の経済学者の意見であった。彼らは法則という語を注意深く検討すべき言葉であると考えた。ユルテンブルクで統計局を指揮していたグスタフ・リューメリンは、統計法則あるいは対数の法則という言葉の意味に取り組んだ。彼によればこれらの命題は全く法則とは言えないものだった。自殺の規則性について言うと、リューメリンはエンゲルのような統計局の仲間と同様に、安定性の兆しとしてその数字を振りかざすよりも、社会的逸脱の相対的頻度の変化を描くことの方に関心を持っていたのである。
この章の冒頭引用句の筆者である G.F. クナップは、ケトルについての東側の解釈の中で、最も満足のいくものを示している。彼は自分のことをフランス学派、バックルを含むに対抗して、ドイツ学派、これにドロービッシュも含める寛容さを示した、であると称した。彼は真のケトル主義に至るための診断と治療法を持っていた。診断は2つの部分に分かれる。最初のものは明白である。ケトルは彼の受けた教育の犠牲者であり、社会法則が仮に存在するとしたら、物理法則のようなものに違いないと考えてしまった。そこから社会の天文学的概念化に向かい、人々に働く力は天体の引力や重力のようなものだという考えにまで至ってしまったのである。しかしこの診断はさらに深いところにまで行かねばならない。結局ケトルは群衆を研究対象とした天文学者に過ぎなかったのである。クナップは次に核心に触れる。ケトルは社会科学をアントロポロギー、我々が今日英語で言う人類学や民族史のことではなく、人間の科学、サイエンス・オブ・マンを意味すると混同していた。後者は個人個人についての科学であり、原子論的で相応の場所を持っている。しかし社会科学は文化科学である。文化があって初めて個人はその存在を得て、自分の本質を見出す。真のケトル主義とは統計的規則性を文化の状態への指標として用いることであるとクナップは考える。個人が文化に従属して自由を制限されているという意味ではない。なぜなら個人は文化の中で人間存在、ヒューマンビーイングとなるまでは、本質などなく制限されるべき原始的な個人的自我を持っていないのだから。このような人間に関する歴史主義的、全体論的見方の統計学への応用を最も顕著に体現しているのがクナップである。そしてこの見方の存在こそ、西側の統計法則という考え方が19世紀ドイツにおいて、ほとんど足場を持たなかったことの理由である。クナップが言うところのケトルの社会の天文学的概念化は、奇妙なことに集団に対して宇宙的な主力が働いているというデルクエムの自殺論の文章と相通じている。社会学の2つの大きな流れが、デルクエムとウェーバーから生まれたことは議論の余地がないだろう。ウェーバーはその方法論が統計学的ではなかったがゆえに、本書の話題には登場しないが、デルクエムは登場する。保守的ユートピア主義者だったデルクエムは、西ヨーロッパ的、つまり原子論的、個人主義的な人間及び世界に関する概念から逃れることはできなかった。フランス統計学の幾世代かを経て現れたデルケムが世界にばらまいた種は、ほとんど不可避的に自殺統計の用語を使って表現された。ケトルに関するクナップの診断は統計学的社会学の創始者であるデルケムにも応用可能である。彼の自殺論は後の章で見るように、社会の天文学的概念を典型的に示したものである。デルケムとベーバーは統計的、反統計的という対立軸を示している。次の2つの章では反統計的な反動、今まで我々が見てきたどれよりも根底的な統計への疑念を見ていこう。社会学の場合には統計学者も反統計学者も両方が今日でも活躍している。これはそれぞれデルケムとベーバーの後継者たちである。これと対照的にバックの哲学は死にたいと。しかし歴史的決定論の場合には、ディルケムとベーバーという対極にあたるものが、バックルとマルクスとなる。バックルは統計学を利用して純粋に統計的な運命論をこしらえ上げた。マルクスはエンゲルやケトレやファーの統計を区別することなく読み、それらの助けを借りて、社会を全体として非統計的必然性のうちに閉じ込める根底的な社会法則の存在を予言したのである。